ボートレース下関は第11レースの準優勝戦開始です。5号艇若銘忠の動きを警戒しつつ、各艇定番主張の構え、極力深くならないようにという、そんな1号艇松田宣行の陰線スリット方向へ先を向けています。松田人気の中心、予選トップ通過、そしてこの準優勝戦11レース1号艇しっかりとクリアして、明日の優勝戦1号艇を手にしたいところです。松田。2コース2号艇吉田健太郎、3コース3号艇鳥塚貴博、4コースに4号艇藤井猛人、5コース5号艇若銘忠、大外6コース6号艇岸本隆、外の2人はまだ船を流している状況です。うちの4人はすでにスリット方向へ先を向けています。緩やかに6号艇、あと5号艇若銘が本番は少し引きました。これまでスローからの起こししかなかった5号艇若銘が若干ダッシュに持ち出すという形、4対2、本番は4対2の枠なりです。第11レース最後の準優勝戦、緩やか追い風コンディションです。進入インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。1コース1号艇松田もきっちり負けないスタートを言っております。さあ、十分先に回る体勢は築きそう。1号艇の松田、あとは外行く3号艇鳥塚、刺して2番、さらには6、4、5と相次いで旋回ですが、1号艇のここは松田が逃げて2番手争い、外から若干3号艇鳥塚優勢か、そして4番、6番、2番もあまり差がなく最後方から5番、スタートは前提正常でした。内から4号艇藤井が2番手先取るか、3号艇鳥塚は行かせての差し、外に6号艇岸本、さらには2番、5番ですが2番手、4号艇藤井が若干優勢か、3号艇鳥塚がさあ食い下がるという、この群馬支部2人による争いも4号艇の藤井が抑える。3号艇の鳥塚、あるいはすぐ外には6号艇岸本控えています。3号艇の鳥塚が内から2番手先取る、4号艇の藤井待っての差し、外は6号艇岸本ですが、2番手は4号艇藤井が2、3停身リードを取ってまいりました。今度は3番手が焦点です。3号艇の鳥塚が内、外は6号艇岸本、後続離れて2番、5番、2周2マーク、1号艇松田がトップです。2番手は4号艇藤井、3番手6号艇岸本が握り込む、3号艇鳥塚少し遅れを取った、3番手は6号艇岸本が外から優勢、146最終周回へと移ります。さあ、3号艇鳥塚定冠わずか、判定審査、6号艇岸本か、それとも3号艇鳥塚かという3番手争いです。3番手最終1マーク、3号艇鳥塚が先に回る、6号艇岸本が差し込んで、やはり3番手は6号艇岸本優勢の146。さあ、ただ一定審査あるいは判定審査というところで、3号艇鳥塚も3番手争いに食い下がります。146のままか、土壇場143に変わるのか、最終ターンマーク、1号艇松田トップ、2番手4号艇藤井、3番手6号艇岸本に対して3号艇鳥塚、差しはわずかに入らず流れて146。第11レース準優勝戦、1着1番松田ゴールイン、2着4番藤井ゴールイン、3着6番岸本ゴールイン、あとは3番5番2番の順でゴールイン。第11レース確定をし